はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、ちょっぴり久しぶりのラジオですねっていうことで今撮影しております。で、今日はね、何をお話しするのっていうと、動画外での MG さんに関してちょっとお話ししていこうかなって思っております。なのでね、今日はまあ Twitter でいろいろアンケートとか、あとは視聴者さんのバニタスさんですね、いろいろリプでやり取りしてたら、4月から新社会人ということで、本当におめでとうございますということで、今日は普段の僕、そしてバニタスさんがですね、MG さんの仕事についていろいろ聞きたいって言われたので、仕事に関しても後半お話ししていこうと思います。前半5分が、プライベート MG さんで、後半の5分がですね、MG さんのお仕事の話になります。まあ以前のですね、ラジオ動画でなんか MG さん3つ仕事してるってフリーターですかって言われたんですけど、さすがにフリーターじゃないです。大丈夫です。普通に会社に出勤してスーツを着て、まあ社内勤の会社に勤めるお仕事ですねっていうことで、じゃあ普段の MG さんですね、どんな感じなのかっていうと、まあ普通にお仕事してて、で、家でゆっくりできる時間ですね。あ、今日お休みだ、家でゆっくりできるみたいな日っていうのは、1ヶ月で1日あるかないか、2日あれば万々歳です。それくらいにですね、MG さん実は私生活が今大変なことになっております。でね、なんでそんなね、休みがないんだこの野郎みたいなことがあるかもしれないんですけど、それはですね、後半でお話しするまあお仕事の話といろいろ関係してます。まあでですね、 MG さん私生活そんな感じなんですけど、割とね、素の MG さんはどんなイメージっていうのを結構昔に聞いたら、まあ動画通りじゃないって言われたんですけど、本当動画のまんまです本当このまんまですね。本当に性格的にこうわちゃわちゃ急げないタイプなんで、まあなんか何もないよって日があったらのんびり動いてのんびりやってみたいな。眠たいっすわ眠たいっすわ。まあね、そんな感じなんですよ。もうずっとこんな感じで、ほんとね、のんびりしてなきゃダメなタイプで、あと何がありますかね。MG さんの私生活ってほんと何もないんですよね。ずっと一人なんですよ、僕って。よくお家に友達呼ばないんですかとか、友達と遊ばないんですかみたいな、まあ、こと言われるんですけど、MG さん本当にね、友達がいなくてですね、リアルにずっと一人なんですよね。まあ家でも一人で、まあ友達家に呼ぶこともないしみたいな感じなので、ちょっとですね、 MG さん本当にプライベートって言ってもずーっと一人です。ずっとリアルにぼっちです。本当にぼっちです、 MG さんは。で、じゃあもうそろそろね、ちょっと本題に入ろうかなと思います。で、視聴者さんのバニタスさんがですね、まあ新社会人ということで誠におめでとうございます。まあ皆さんもね、ツイッターで何かしらそんなことがあってリプを送ってもらえたら、まあまとめてね、ラジオなんかで返信しようかなって思ってます。ダメだ、くっそ眠いまだ夜の8時なのにっていうことで、まあお仕事の話ですね。バニタスさん先に言っておきます。私はですね、普段サラリーマンとしてのお仕事と、あとは自分一人で、まあ個人でですね、やってるお仕事が2つあって、正直サラリーマンが一番バカバカしく思ってますまあなんでね、バカバカしいかっていう話もね、結構真面目に答えていこうかな。多分ね、ここら辺までで、プライベートの MG さんを知りたいよって方は、ここら辺でお別れになるかと思います。ここから先はですね、かなりまあリアルな話をねしようかなって思ってます。多分他の実況者さんとか、いわゆる YouTuber の方っていうのは絶対にしない、まあしてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、基本的にしない
話だと思います。まあ僕は別にしてもいいんで何の問題もないんで、うん、まあ別にいいかなって思ってます。なのでちょっとしていこうかなって感じですね。まあで一つ目のお仕事が、サラリーマンです。普通にスーツを着て出勤するのが一つ目で、二つ目がですね、いわゆる広告業をやってます。で皆さん YouTube 見てて、広告出るじゃないですか。まあほとんど変わんないことです。で先に言っておくと、 MG さんにとって YouTube っていうのはもうこういうラジオとか上げたりとか、もうね Twitter で視聴者さんと結構やり取りする感じなので、本当に趣味としてやってるので、多分今後もですね仕事として割り切ってやるのは多分できないと思いますね。だからやる予定がないです。僕にとって YouTube はただの趣味です。なんか好き勝手やってるだけなんで、本当にただそれだけなんでご安心ください。でその広告業に関しては僕は実務はやりません。全部バイト君雇って、バイト君に僕は電話で指示を出して、これやってあれやってっていう話で、終わりです。でバイト君にあと給料渡して、で本当にそれだけですね。かっこよく言えばオーナー、かっこ悪く言えば電話での指示中を打つということで、そんなもんですねで3つ目ですね。で3つ目がね、ちょっとみんなに分かりにくいお話なので、ちょっと例え話でいきたいと思います。で皆さん今4月ですね。4月お水はいくらですか。でまあいろいろね、110円、120円、130円のお水もあるしっていうのはいろいろあると思うんですよ。じゃあ100円ってことにしよう。分かりやすくするためにね、お水1個100円です。もう何でもいいです。何でもいいです。皆さん想像するものでいいです。1リッターでもいいですし、ペットボトルでもいいです。1個100円です。それが、自分が思う限り、5月になったら200円になると。4月で1個100円。5月になったら200円になると予想。だとしたら4月のうちにお水いっぱい買うんですよね。で、それで5月になったらお水を売るんですよ。これって十分お仕事になりますよね。なので僕は、3つ目のお仕事はそんな感じです。別にこれは100円で買って、200円で売る必要性ってないんですよ。別に190円でもいいし、180円でもいいし、むしろ110円でもいいんですよ。それは全然問題ないです。っていうことの、まあ、お仕事が、3つ目になります。で、これがですね、まあ、株だったりとか、あとは為替、まあ、通貨ですね。まあ、100円とか200円とか円で、まあドルを買ったり、ユーロを買ったりとか、まあいろいろポンド買ったりとか、まあいろいろあります。で、それを買ったりして、まあ差額で儲けますよっていうのがあったりとか、あとはもう絶対みんな 100% 知らないだろうけど、まあ日経225ミニっていうのがあって、まあそういうことをいろいろやってるとですね、日経225ミニに関しては1枚いくらだよっていうので買うんですよね。これをやってるとすごく普段のサラリーマンがバカバカしく僕は思ってます、正直言って。なので結構ね、まあ世間はねサラリーマンの方多いですし、僕もそうなんですけど、ちょっとねバカバカしいっすだって1枚でちょっと動いて1000円とかさ、1分で1000円プラスになるんですよ。全然普通にごくごく当たり前のように1分で1000円とかプラスになるんですよ。ってことはアルバイトしてる子に例えると1時間で1000円が、僕の場合1分で1000円ってなると60倍のレバーじゃないですか。最高ですよね。って考えると僕は、割とバカバカしいなって思いながら、まあ普段頑張ってます。僕のサラリーマン自体の仕事を時給換算、まあ普通に月給だったりね年収だったりですけど、時給換算すると3,700-800円から4,000いかないくらいなんで、まあバカバカしいとは思い、まあ時給言わない方がよかったよかったかな、まあいっか、時給換算するとまあそんなもんです。所詮そんなもんです。所詮1時間働いたって換算すればもう4,000いかないぐらい効率悪いです。それがまあ3つ目のお仕事だともっと効率いいなっていうことで、まあ一応ですね、この動画は後々消す可能性すごく高いんですけど、まあ先に言っておくとこんなもんです。 MG さんの普段プライベートとお仕事ですね。
まあ何かですね、他に MG さんに聞きたいよってことがあればコメントかリプでください。基本的に何でも答えられるんで、まあぜひお願いしますってことで、まあじゃあちょっとこの動画は後々消すかもしんないですが、おやすみなさいということで、バイバーイ。あ、そうだ、今回言うの忘れてた今回言うの忘れてたけど、僕寝る前にこれ撮影してるんだよね。だからいつもさ、MG でしたバイバイじゃなくて、おやすみって言ってるんだよね。だからまあ、とりあえず皆さん、おやすみなさい。じゃあ以上 MG でした。おやすみなさい。何回言うんだろう。